ビーズ TV をご覧の皆さん、こんにちは、吉田和正です。まあしっかり合同自主トレ調整できたんで、まああとはまあ技術的なところをしっかり攻めていって、まあその実践に向けてあとはしっかり作っていくだけですね。そのプロっていう世界初めてなんで、まあその世界にしっかりこう順応して、まあ、どんだけ対応できるかっていうところだと思うんで、そこを課題にしてます。コントロールをまあ自分のですかね、その得意なところにしてるんで、そこをまあもっと磨いて、まあ本当にコントロールミスしないっていうのをまあさらに磨いていこうかなと思ってます。しっかり、チームにの勝利に貢献して、まあ、2桁勝利っていうのを目標にやっていきたいと思います。1年間しっかりローテーションを守って、リーグ優勝を目指して頑張りますので、1年間応援よろしくお願いします。